谷口雅史です。谷口雅史の YouTube ラジオ TMTR 始めていきたいと思います。今回はですね、サッカー界が激震ですね。リオネル・メッシ FC バルセロナ退団のニュースが出ました。いやー、噂されていたとはゆえ本当になってしまうとは、いや驚きですね。どうやらね、ニュースを見る限りによると、メッシ自体はバルセロナと再契約をする気持ちでいたのだが、まあ様々な事情がありバルセロナはメッシと契約することができず、退団という流れになりましたというニュースが多く流れていますね。さまざまな、見解、憶測、想像あるんでしょうが、多くのニュースはそういうふうに報じていますね。まあこのラジオね、聞いてくれてる人はサッカーねそれほど詳しくないという方が多いと思いますので、一応メッシ説明しますが、まあ名前ぐらいはね聞いたことある。まあここ20年ぐらいずっとほぼトップに君臨するスーパースターですね。なんかお金のこと言うのもなんですが、世界のアスリート 年収ランキングで1位を何度も取ってますので、世界的にもアスリートとしても世界的に有名なトップアスリートの一人です。リオネル・メッシ選手は、アルゼンチン代表でスペインの FC バルセロナに、所属していた、フォワードの選手ですね。点を取る選手です。FC バルセロナが、やっています下部組織のね、マシア、ラマシアという、下部組織出身で、いわゆるだからバルセロナが育てた、天才ですね。ヨーロッパ最高の選手に与えられるバロンドールという、まあ、最も栄誉、サッカー選手として最も栄誉があると言われている賞の一つですが、それを、最多の6回受賞していますし、チャンピオンズリーグ得点王とか、歴代最多得点とか、そういう、 もう個人記録に関して言えばほぼほぼ彼が塗り替えています。おそらくチームとか国とかで取っていないタイトルはワールドカップ優勝だけじゃないですかね。あとはほとんど全て取っています。呪術廻戦でいうと五条悟みたいなものです。もう圧倒的にこの20年最強であり、すごいところはこの20年っていうところだよね。1年すごかった、2年すごかったではなくて、もう今20歳の子はね、生まれた時からメッシがずっとすごいという、とんでもない選手です、サッカー界にとって。で、一応サッカーっていうのは、サッカーの世界というのは移籍するのが、まあ、当たり前なんですよね。強いチーム中でも弱いチームがありますし、中でもお金がねものすごいもらえるチーム、そこまでもらえないチームとか、やはり格差はありますし、サッカー選手はね、サッカーその選手生命が短いスポーツでもありますので、やはりできるだけ上、できるだけレベル高いところへってみんな目指していくのが当たり前なので、移籍するのが当たり前であるんですね。だから移籍市場というのは非常に盛り上がるんですが、だからその中でワンチームマンっていう、要はその育成から育ってそのままそのチームで引退するっていうことが非常に珍しいスポーツなんですけど、まあリオネル・メッシというね、まあ、いわゆるルフィ海賊団で言えばルフィみたいなものですから、旗を背負っているバルセロナの旗を背負っている男がいきなりね違う海賊船に行くっていうことはなかなか信じられなかったんですけれど、今回退団、一応ね移籍先としては
メッシの、ね、給料を考えると、フランスのパリ・サンジェルマンなんじゃないかみたいな、それを払えるのはという噂になっていますが、ちょっと現時点で僕の耳にはまだ、入ってきていません。うん、いやーびっくりしましたね。まあ、僕はそのスペインリーグにおいてはレアル・マドリーというチームを応援していまして、それは元、レアル・マドリーのねフォワードであり、いわゆるメッシのように旗を掲げていたラウールという選手がいまして、僕同い年なんですけど、そのラウールがすごい好きだったので、彼も17歳ぐらいからもうレギュラーでフォワードやってたんじゃないかな。なんかそれにも圧倒的に憧れて、僕と同い年で17歳でレアルマドリードのフォワードやってんのかっていうのに憧れて、それ以来、まあ、レアルマドリードっていうのはまあ銀河系っていうのを作ったりね、スーパースターを集めてチームを作るみたいな、なんかそのかっこよさもあり、ずっとレアルを応援してきたんで、まあ、そこの永遠のライバルが、まあ、FC バルセロナ、そしてそこのねスーパースターがリオナル・メッシだったので、どちらかというとねメッシ活躍するなって思ってる時は多かったんですけど、うん、一サッカーファンとしてはやっぱり彼のプレーでね何回も鳥肌立たせてもらったし、感激させてもらったのでね、やっぱメッシがバルサ以外のユニフォームを着るっていうのはなかなか驚きなんですけど、うん、いやまあけどこれは多分この僕たち表現の世界にも通ずるところがあるなと思っていて、じゃあ僕たちその演技するのが仕事ですか、仕事じゃないんですかって言われると、仕事なんですけれど仕事じゃない部分と言いたい部分もあるんですよね。うん、なんか今演じてること、まあ、例えば高山人仮面ライダー演じてること、それを全力で生きてることが誰からかお金をもらって稼ぐためにやってるってなんか思いたくない部分というか、全く思ってない部分があったりするんですよ。うん、まあしかしその番組を作るね、撮影する衣装どうだメイクはどうだっていうのは何か一つ一つにはお金がかかるので、やっぱりビジネスとしてしっかりと形を作らないといけないし、そのお金をね集めてくる人が必要だし、払ってくれる人が必要だし、でどこかそこには絶対にここはダメなんだよって決断をしないといけない時っていうのが来ると思うんですよ。だから綺麗事だけで、例えば仮面ライダーにしたって舞台にしたってドラマにしたって何にしたって作れない時はあるみたいな、役者自身もだから僕自身も何のために演じているのかとか、何のためにこの仕事をしているのかっていうことをいつも自問自答しながら、うん、やる時もあるし、だからそこはだからビジネスと芸術っていうか仕事と芸術っていうのは別の脳でまた考えて、そしてそれがいい具合に組み合わさった時に、良い結果が生まれたりとかする時はあるんですね。でおそらくサッカーもそうだと思うんですよ。もう幼い頃からとにかくサッカーが大好きで上手くなりたくて、で下部組織のねアンダー13とかね13歳とか14歳とか下手したらね10歳以下からずっとエリートの中で戦って勝ち残って、いつかプロのサッカー選手になって大きいスタジアムでやるんだ、お父さんとお母さんを楽させてやるんだみたいな夢を抱えてね、一生懸命練習してきた選手が別に自分は望んでいないにもかかわらず、やっぱりお金とかねスポンサー料とか、うん、契約金とか年収とか、それがとはメッシの場合もうとんでもない額になってっちゃってるんですよね。っていうのはもうメッシみたいに活躍した選手がいないから、やっぱり毎年毎年どうしたって移籍金じゃなきゃ年俸が上がってっちゃうんですよ。20年、だからとんでもない額になっちゃったんですよね。だからやっぱこのスーパースターをチームに置いておくということに関して、まあ、それだけメッシがお金を稼ぐという意味でもスポーツサッカーという面でもとんでもないから生まれてしまったことだと思うんでしょうけど、だからバルセロナはもうメッシをチームに置いておくだけのお金が、まあ、おそらくですけど
もう崩壊してしまってるんじゃないかなというところもあるんですよね。でスペイン の, そのサッカー連盟がまたちょっとスポンサーの形態を変えるとかいういろいろ事情がありまして、あのサッカーゲームでね、まあ、ウィーニングイレブンとか、サッカークラブを作ろうサカツクって言われるのを やってる方やったことある人はね分かると思うんですけど、まあ、あと、まあ、例えばシムシティとかさそういう街を作るとか国を作るとかゲームをやったことがある人はね分かると思うんだけど、やっぱり無茶してやっていくとコストだったりお金だったりが足りなくなって、あれこれどっか誰かは売らないととか何かを壊さないとっていうのがあると思うんですけど、もうメッシはそこが化け物すぎてもう誰もどうにもできないところまで行っちゃったんだなバルセロナもっていう感じですね。まあ、だからといってじゃあメッシがね、いや僕年俸0円でいいです、今までいっぱいいただいたんでもうお金いっぱいあるから大丈夫ですっていうわけにもいかないじゃないですか。なのでねちょっと悲しいですけれど、まあ、とはいえねまだ34歳ですかメッシは、なのでまだまだトップレベルでやれますし、まだまだ夢を見せてくれると思いますし、いかなんせねワールドカップは取ってないので、そこまでねもっともっと夢を見せてくれるんじゃないかなと思います。皆さんはねあの彦星と織姫みたいな感覚でなんか運命の2人が同じ場所で出会うことに賛成派反対派ですか。やっぱりリオネル・メッシといえばクリスティアーノ・ロナウドと、この10年、さっき言ったねバロンドールを取り合ってる仲なんですよ。メッシロナウドロナウドメッシメッシメッシロナウドみたいな感じでね、もうクリスティアーノ・ロナウドメッシがずっと取ってたんですけど、噂ですけどね、まあそれはもう夢を兼ねたみたいですけど、ロナウドとメッシが同じチームになったら楽しいんじゃないかみたいな、最後に見せてくれみたいな、そのスーパーなところみたいなニュースも流れてるんですけど、僕はどちらかというとそこに会えないところにドラマがあるんじゃないかと思ってしまっているんですよね。なので同じチームには入ってほしくないな、最後までライバルで戦っていてほしいななんていう気持ちもありますけれど、おそらくねそんなに長くかからずにメッシもチームは決まるんじゃないかなと思いますし、僕はねフランスリーグではやっぱりパリ・サンジェルマンどうしても見てしまうというか、まあ、どん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 感動が変わってね、なんか僕の好きな選手があんま目立たなくなってきちゃってるんでどうかなとは思ってるんですけど、パリ・サンジェルマンも僕は応援してるし注目はしてるので、まあ、今年ねとんでもない移籍でセルヒオ・ラモスというスペイン代表のね元キャプテンが入ってきちゃったり、レアルのキャプテンが入ってきちゃったり、ちょっとすごいことになっちゃうな、これでメッシが入ってきたらとは思うんですが、まあリオネル・メッシとキリアン・ムバッペのとネイマールなんて見たいですけどね、まあ、それも夢ではありますが、移籍情報注目して見ていきたいと思います。というわけで今回は、FC バルセロナを退団することを決定した、リオネル・メッシについて話させてもらいました。 TMTR ここで終わりたいと思います。では谷口正史でした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では。